失われた黄金都市はマイケル・クライトンによる小説。1980年間。1995年にはコロンビア映画により今後というタイトルで映画化された。今後を舞台とした冒険小説。時代設定は1970年代であるが、冒険の発端となるレーザー光線発生装置をはじめ、数々の最新機器や当時から研究が盛んだった。 喋るゴリラが登場する。これは、執筆時における最新のサイエンストピックスを作中に盛り込むクライトンの特色である。産業用の IIB 型ダイヤモンドの鉱脈を探していた調査隊が今後奥地の密林で灰色の毛に覆われた正体不明の怪物に襲撃され、消息を絶った。現地には、ソロモン号の秘宝伝説や野生ゴリラの生息地もあることから、 救出隊、一角千金を夢見る山氏、そして手話を覚えた天才ゴリラと彼女を故郷に解散とする学者らが共にそこへ向かう。そこには数百年前までダイヤモンドの採掘で栄えていた町の廃墟があった。鉱山跡から目的のダイヤモンドを発見できたものの、その町の住民がゴリラに似た生き物を 鉱山の警備員として飼いならしていたことが壁画によって判明する。そして調査隊一行は侵入者を叩き殺すという修正を飼い主がいなくなった後も脈々と受け継いできた彼らに包囲され必要な襲撃を受けることになる。今後というと、今後民主共和国か今後共和国の二つの国があるが、本作では国語ではなく、 地域としての今後盆地といった程度に捉えた方が良い。なお、日本語版解説ではザイ,イールについて触れ、今後の歴史について解説している。ゴリラとは体格、毛の色が異なる。ゴリラの新種、ゴリラとチンパンジーあるいは人間との交配種という仮説が上がったが、正体は分からずに終わった。ありがとうございます。